まさかね、このトーナメントがドニードリーマーがこうベルトを作ってきてくれて始まった時にね、こんなファイナル迎えるとは思わなかったですね、僕は。トーナメントファイナルは迫り来る危機への一筋の希望。スマッシュ、田尻自らが築き上げたこのスマッシュ、ベルトを取り世界へ大きく羽ばたくため、初代王座は是が非でも勝ち取る。 FCF 総帥スターバック圧倒的な破壊力を誇る必殺のパイルドライバーでトーナメントを勝ち上がってきた北欧の神。これまで2度日本で行われた田尻とスターバックの一騎打ちは1勝1敗の五分。スマッシュ初代王座決定戦で三度交わる2人。しかし今回の試合にはもう一つの大きな意味があった。メキシコの神ベネロが初代王者が誕生するとき恐怖の大王が現れると予言。そしてその数日後、しばらく参戦のなかったマイケル・コバックからある手紙が届いた。恐怖の大王云々が噂に上がっているようだが、その恐怖の大王について詳しく知りたいとは思わねえか。もし知りたければ15日にベルギーまで来ることだな。いや、お前は来ずにはいられない。なぜならそれがお前の運命だからな。危険な匂いを醸し出すコバックの誘い。しかし田尻は大王の正体への好奇心を抑えることはできなかった。ベルギーへ行って、そこでコバックと会って、トルコに行ってみろ、そこまで大王の力を呼んでるぜって、そしてお前そこで大王の正体を知ることになるんだっつって、でトルコへ行きまして、トルコでの対戦相手は恐怖の大王の手下であることが判明した。田尻が吹いたグリーンミストにより会場は暴動寸前。必死で逃げ惑う中、田尻はついに恐怖の大王の正体を知ったのだった。正直ビビってますね。お前とスターバックどっちが今月チャンピオンになるか知らないけど、大王様の挑戦を受けるんだろうなってそのトルコのやつが言うわけですよ。でこれで受けなかったらお前ら世界中の笑いもんだぜって。そんな悪が支配してはいけないっていうことで、スターバックとかですね、俺とお前どっちが勝つか分かんないけれども、命がけの潰し合いを俺たちでして、恐怖の大王と戦うやつが決まればいいんじゃないか。純粋な一騎打ちに見え隠れする恐怖の大王、壮絶な死闘を経て芽生えた男たちの絆、トーナメントで散っていった者たちの生き様をも背負い、スマッシュの未来は果たして。スマッシュ22メインイベント、初代スマッシュ王座決定戦、スターバック対田尻。